おつまる今日なんですけど、シルビアで関東遠征行きます。数日間ちょっと予定がありますので、ちょっとそれをねちょっとやりに行きます。今ちょっとガソリン入れたんですけど8,015円、フル満タンとりあえず入ってます。まあ今回この関東の旅なんですけど、はい、ちょっとそのシルビアの燃費とかね、僕たち兵庫県なんですけど、だいたい430キロぐらい関東まであるんですけど、うん、それをね車で行って結局いくらかかるのかっていう検証も兼ねながら、はい、ちょっとその旅ログというか、そうですね、はい、そんな感じで、とりあえずここでシルビアのトリップゼロですよ。でちょっと燃費もかかりながら、そうでガソリン代結局かかる、何もかかったんかとか、ちょっとそういうのをやりつつ、はいはい、ちょっと関東楽しもうかな、このオレンジ色に染めていこうかなと。風呂上がりでちょっと寝巻きでこんな格好で申し訳ないですけど、行きましょうか。竹中ファクトリー、これでトリップがゼロになりました。いきます。ということで今、京都らへんまで着きました。今回ね先ほど言ったんですけど、シルビアの燃費、そうやね、がまあちょっと気になるねっていうところで、今までまあシルビア乗ってて測ったことがなかったですよ。怖いんで、そんなにその長い距離乗ることがないからシルビアを、だからまああんまりそうしたことなかったんけど、まあ今回、まあ、関東に行くっていうことでそこそこ長い距離なんでちょっとやっていこうかなって感じなんですけど、はい、多分ね僕の予想やと、測ったことないけど今までのこの減り具合見て多分12、3で、基本的に俺ブーストもさ上げてんし、常にこの一定のアクセルワーク、はい、ちなみに今は何速ですか。今5ですね。今は5でちょっとね順調に進んでるん で多分12、3ぐらいはあってほしいし、むしろこの俺の予想を大幅に上回ってほしい。1500の、まあ、80キロ、80キロの道なんで大丈夫ですよ。6時間10分ちょっと待っておりますね。6時間10分やろ。6時間10分513キロ、もうすぐや。はい、お疲れ様です。今ね草津インターで、お昼、体力の方どうでしょうか。余裕です。あと5時間ちょっと。あ、全然余裕です。12時間ぐらいはぶっ通しで走れるかなと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ということでガソリン入れてから今216キロ、ガソリンの方はワンメモリ、おお、減ってますね。これワンチャンほんまに12、3あるんちゃう。予想通りちゃう、これゾンビシャックというか、これ来るんちゃう。俺の体内のあれ合ってるんちゃう。体内燃費一応ね、水温も今69度、はい、70度くらいを行ったり来たりしてる状態、はい、今のところ順調で壊れる気配もなくないですね。いい感じですね、はい、というわけでね、あと4時間ぐらい、はい、で、東京着きます。今日は眠くないってバチバチで、ということでまた後ほど。おはようございます。朝の5時半です。おはようございます。竹中くんは横でグースピン寝てました。僕は一生運転してます。今が、ガソリン入れてから458キロ走ってます。ガソリンが半分ちょい下ぐらいまで来ました。目的地までは、97キロ、1時間22分となってます。でさっきあの海老名弁当パーキング寄ったんですけど、駐車場が空いてなかったんで、方向が張り付きそうです。段差が、怖い状態となっております。あんまり喋ると方向がパンパンジーなんで、次のパーキングが来るまではわりかし静かに、段差も静かに、はい、乗り越えていきたいと。ちょっと減衰だいぶ固めに、してきたのがだいぶ間違いと、次来るときは減衰をちょっと弱めにしていきたいなと、思います。とりあえずちょっとパーキングほんまにパンパンジーするから、パーキング目指して頑張ります。よいしょ。はい、疲れました。何やかやあれから時間経って6時半。はい、もう6時半です。はい、もう疲れました。膀胱がね、もうパンパンジー言うてから、もうかれこれ、1時間半、1時間そうですね、ぐらい。今どうですか？もう、あかんよ。だから最終追い込みかけて、気持ちよくなりに。
これでだいぶ気持ちいいよ。ちょっと行こう。もう上がおう。あー、来てしまった。どうボート来てしまった。ただいま持って、はい、24時間オール。久々にオールです。この年になり、28歳のオール。28歳のオール、なかなか、あれですね。若い時って眠いだけやって。そうですね。28となると、頭痛から来るね。だけに頭痛いのとか、うん、頭痛い頭痛いちょっと気分悪いよ、うん、はいはい、ありがとうございます。しました。久しぶりの下道ですよ。今ちょうど高速降りて、ガソリン入れてから561キロで、ガソリンは半分だいぶ、もう半分だいぶ下やね。だからこのね、4分の1で、ね、あの4分の1ぐらいやな。ドリフト走料のところに行って安全祈願してくるんで、また給油で、ね、したら結果発表ですよ。ああほなだいぶ飛ぶと思うんで、はい、お願いします。お願いします。おつまーファミリー、イエー、募集中。はい、お疲れ様です。ガソリン入れてからいろいろあり給油して、今の一応走行距離ですね、前回入れてからの580.3キロ、ほうほうほう、走りました。今、ガソリン入れたのが、はい、42.31リットル。結構ガツガツまで入れました。はい、なのでこれね、びっくりしますよ。これびっくりします、ね、なんと 13.7。 エコカーやエコカーやエコカーやアクアや、ちょっとバッテリーフルなってアクアや、やばない、全然遠でいけるやん。いや、いけんな。やっぱこれ燃費良かったやん。俺のあれが合ってたやん、やっぱり。でも体感がみんなこういう車ってな、なんか5とかのイメージがあると思うね。そうやな、意外に 13.7、 これがリアルやと。そう、俺のアクセルワークがうまいのもあんねんで。お、あのいかにこのブーストをなかけない運転みたいなところもあんねんけど、だからまあゆっくりじっくりじわっと踏んでた、これぐらいは走りますよっていう検証動画みたいな。完璧。はい、なりました。今から僕たちは、はい、なんでちょっとご飯行ってきますんで、はい、はい、またちょっと後ほど。お疲れ様でした。はい、失礼します。集まる。